失敗する商品開発3つの罠。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。企業活動の中で直接売上と利益に関わるもの、それは商品開発と営業、この2つです。それ以外の企業活動は間接的なものになるわけですよね。そこで今日は直接売上と利益を生む商品開発について失敗する3つの罠を分かりやすく解説します。営業部や商品開発部がある企業では常に営業や商品開発のことだけを考えている専任者がいます。ですがこのような部署がない企業は売上が落ち込んだり業績不振に陥ると思い立ったようにね、よし新規開拓だとかって言って営業を始めたり、まあ商品開発もね、なんか新しい商品開発しなきゃみたいな感じで慌ててね、商品開発始めたりと、まあこんなことが起こります。冒頭紹介したように営業や商品開発は直接売上と利益を生む活動にもかかわらずですよ、ここポイント、毎日活動をしないのは怠慢としか言いようがありません。ここのところね、誤解してるね、企業さん多いと思うんですね。うん、まあただね、そんな毎日やらなくてもいいじゃんとかってね、それでも構わないよと思ってるから、営業とか商品開発を専門で行う部署っていうのがないんだと思いますけどもね。まあただね、これ企業活動としては健全ではないわけですよね。先ほどから言ったように、直接売上と利益を生むのは営業と商品開発なので、この活動ですよ。お金を生むにもかかわらず、なぜ毎日やらないのかっていうことなんですね。そうなってくると企業活動っていうのは一体なんだっていうことになってきますよね。で、営業は営業の部署があれば、それはね、毎日活動はやってるでしょう。しかし、商品開発の部署がない、例えば、卸売だったりとか、小売業の人たち。しかしね、ここもですね、今後は商品開発、あとは、どういうふうな商品を仕入れたらいいか、まあ、商品の発見ですよね。そういうことを真剣に専任であるような人たち。例えば、小売業で言えば、バイヤーという存在になるのかもしれないですけど、バイヤーっていうのはね、どちらかというとですね、売り込まれたものに対してどれを仕入れようかっていうね、そういった意味合いの方が大きいわけですよね。自らじゃあ新しい商材を探しに行くかっていうと、意外とそういう機会がね、少ないバイヤーも多いので、ちょっと私が考えているですね、仕入れ担当者とは若干違いますよね。さて、商品開発はメーカーの仕事だと思っている人も多いと思うんです。で、卸売業もね、小売業もサービス業もね、すべての業種業態で必要だっていうことは今述べたばかりなんですけども、これをね、今後やっていかないと売上とか利益をね、確保することが難しいですよってお話でですね、まあね、そういったことを真剣にやりましょうっていうことなんですけども、私のね、会社、コンサル会社なんですけども、そういったことをちょっと例にお話をさせてもらえばですね、実は日々商品開発は行っています。コンサル会社の商品開発でなんだよって思うかもしれませんけども、比較的このね、ターゲットをぐっと絞り込んだような商品開発なんです。例えば、建築業向けの下請け脱出コンサルティングとかね、オンライン営業のマスタープログラム、建築業向けの新規顧客開拓のパーフェクトプログラムとかね、まあ、この他にもフロントエンドとか短期コンサルティングみたいなね、感じの商品開発はもう日夜こう行ってるわけなんですよね。うん。ですね。まあ、商品開発でね、やってるとわかるんですけども、落ちりやすい罠っていうのは3つあります。今日はね、その話をメインにするんですけども、まず1つ目ですよね。これね、商品開発することが目的になってしまうってことなんです。商品開発の目的は、新規顧客の獲得、既存顧客のリピート促進、その結果、売上と利益を得るってことなんですが、この視点が欠けてしまうと、売れる商品を開発するんじゃなくて、担当者が好きな商品を開発したり、担当者の好みで商品を開発してしまうと。まあ、こういうことになってしまうんですね。あくまでも商品開発っていうのは、売上と利益を得るためにやるんですよってことですね。それじゃあ二つ目。こちらは、画期的な商品を開発しようとすることなんです。画期的な商品とは、新しい技術を使ったり、既存商品のスペックよりも、機能とか品質をね、数段高くする。
もうハイスペックのやつですよね。ですが画期的な商品を開発すればするほど売れるかといえば、それは大きな誤りなんです。むしろ画期的な商品ゆえに売れないという現象が起こります。そうやって経営を圧迫してしまったという中小企業も非常に多いはずなんです。中にはですね、日清のカップヌードルとかね、アップルの iPhone のように画期的な商品でも大ヒットしたものっていうのはあります。それはってほんのね、一握りですよ。そもそも画期的な商品は開発コストと宣伝コストっていうのが莫大にかかってきます。ですから資金力の乏しい中小企業が取り組んでしまうと、画期的な商品さえ開発すれば口コミで売れるっていうね、理屈で商品開発を進めてしまうんですけども、画期的な商品開発すれば口コミで売れるっていうのは、これ大きなね、矛盾をはらんでるんですよね。まずは画期的な商品を買う人がいなくては口コミも起こりませんよね。要は口コミっていうのは使ってよかったから口コミが起こるわけで、まずはそれを買う人がいなければいけない。しかし画期的な商品ゆえに買ってもらうっていうのは非常に難しいんですよね。そこで重要なのが営業力ってことになるんですけども、基本的には画期的な商品さえ開発すれば口コミで売れると思ってるので、営業担当者がいないっていう企業が多いんですよね。そういう考えでいるところは。ここにね、非常にね、大きな矛盾をはらんでいるので、画期的な商品さえ開発すれば、口コミで売れるっていう、まあね、理屈っていうのは通用しませんよって話です。そして三つ目。個性的な商品を開発すれば売れるという間違い。もちろん個性的であることが価値を持つような分野もあります。例えばファッションとかアートなどですよね。それ以外のジャンルでは個性的であることが逆効果に働くケースっていうのは多々あるわけなんです。商品開発担当者がアーティスト肌でとか、まあ、芸術志向ね。そうするとどうしても個性的な商品を開発する方向になってしまうんですよね。そうなるとやっぱり売れにくくなっていくってことなんですよね。ここのところを履き違えてる人たちがいるというね、今日はお話なんですけども、このように商品開発では陥ってはいけない罠が3つあるということなんです。商品開発の目的は売れる商品を開発することです。売れる商品とは画期的な商品でもなければ個性的な商品でもないってことなんですね。ましてや商品開発担当者が好きな商品でもありません。売れる商品とは一体何かっていうことをね、真剣に考えてください。ヒントをね、一つやるとですね、例えばですよ、今世の中でなんか売れてる兆しがあるみたいなね、まあ、ちょっとずつなんだけど売れ始めて、なんかこのまま行ったら半年ぐらいには爆発しそうだっていうね。だからその売れる兆しがある商品をキャッチして、まあ、それに似たような商品を作って先に宣伝とか営業ガンとかけて一気に行っちゃうっていう方法だって、これね、売れる商品の開発の一つなんですよね。うん、いやそんなのは汚ねえよって思うかもしれないですけども、これは科学的な発明をするわけでもないですし、芸術作品を作ってるわけでもないので、ビジネスっていうのはそういうもんであるわけなんですよね。ちなみに、今からどのぐらい前かな、二十数年前ぐらいでしょうか、ルーズソックスっていうのがね、女子高校生の間で流行ったと思います。で、ルーズソックスで本当に儲けた会社っていうのは誰だっていう話なんですが、実はこれ、ルーズソックスを開発した会社、まあ、作った会社があるんですね。で、そこの会社があって、な、靴下をね、その靴下を売ってるお店ってのがあるわけじゃないですか。日本中に。で、そこのリサーチをした会社ってのがいたわけなんですよね。最近どんなソックスが売れてますかなんて聞くと、こう、ぼちぼちね、そのルーズソックス。なんかわかんないけど、このブヨブヨしたね、長いソックスが最近高校生の間でね、ちょっとずつ売れてるんだけど、みたいな話を、こう、いくつかの店舗で聞いたそうなんですね。で、そのリサーチ結果で、これだと思って、量産に入るわけなんです、ある会社が。で、その会社が一番儲けた会社ですよ。残念ながら、開発した会社ではないってことなんですよね。
ここが、だからビジネスの、まあ一つのね、面白さと言っても過言ではないでしょう。まあこんな感じで商品開発って言っても、ゼロからね、何かを作るわけではなく、今あるものと今あるものを組み合わせる。それだけでも十分に商品開発になりますし、売れる兆しがなんかありそうなもの、それを一気にですね、いい感じで、まあ、価格もね、手頃にして、ガーンと開発する。それも一つの商品開発の視点であります。まあそんなことなんで、ぜひですね、売れる商品とは何かっていうのを真剣に考えてください。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録の URL をここに載せてあります。メルマガ社長の大学は今、口コミでじわりじわりと広がっております。社内で回覧しているという企業さんも非常に多くあります。ぜひですね、登録をお願いいたします。そしてもう一個プレゼントがあります。法人営業新規商談を激増させる方法という電子書籍です。こちらですね、約40ページかな、の電子書籍になっておりましてですね、下の概要欄にダウンロードの URL を記載しております。こちらも無料となっております。ぜひよろしくお願いいたします。